おはようございますしゅんとです <laughs> えー、今日寒くないですか <laughs> ああこんな格好してるけど、えー、今日起きる時にエアコンつけっぱで寝ちゃったーって思ったぐらい寒かった全然ついてなかったけど <laughs> いやー変わってきましたね、えー、涼しさがでもこれやっぱ練習とか、えー、走ったりだとかする時の、うん、やっぱパフォーマンス違うし いいね、秋と、えー、春 <laughs> 好きだわ夏と冬やっぱあんま好きじゃないわちょうどいい感じやっぱ中央っていうのかなそれぐらいがやっぱ好き <laughs> 極端じゃない方がやっぱ好きなのかな俺だからそこら辺は普通人かもしれないはいということで、えー、またね本題いきたいと思います俺ね、うん、あじゃあ、うん、先に結論言います、えー、IF 8時間断食。あ、これタイトルにもう書いてあるか。8時間断食。これは、えー、魔法の食べ方ではないですよという結果が、えー、出ましたと。うん。ね。えー、これ、自分、ああいう風を今、後輩に教えていたんですよ、1ヶ月。今、103キロぐらいある後輩ですね。 うん、で、えー、動画をパッと最初に撮ってでなんか毎日 LINE でやり取りしてで昨日またあ動画をちょっと撮った感じだったんですけどこれちょっとメインの方でちょっと発信しようかなと思ってでもあんまり動画ちゃんと撮ってないからうまくできるかなまあちゃんと上がるかわかんないけど上げるかわかんないけどでもとりあえずその後輩がやったんですよどういうことをやったのかって言ったら8時間のうちに集中して食べ16時,待った時間は食べてる えー、食べなないいととううようなことをやっってもらったんでですねでその8時間で食べる内容はいつもと一緒でいいよというような感じですね、えー、まあでも自分に、えー、もう毎回絶対送ってねというような形でやってったんですよで、えー、毎日毎日送られてきてるわけですけどその内容ひどい <laughs> ひどかったマックめっちゃ食うし、えー、コンビニのなんかそのね、えー、変な普通の弁当とか唐揚げ弁当みたいな感じとかあとマヨネーズとかもまあいろんなものをね、えー まあ、ジャンクフードみたいなものをたくさん食べててまあでもだから内容は変えなくていいからねっていうふうに言っていたわけだから、えー、まあそれを食べててもらったんですよで俺それでも変わるかなっていうようなふうに思ってたんですね、えー、っていうふうに発信してる人もいるわけだから8時間のうちだったらいくらでも食べていいよねみたいなで、えー、1 0 3キロがあ100とね1キロだけ減ったのうん、うん、俺の計測した感じではね だからあ、ほぼ変わってないなと、1キロ、100何キロある、102、3キロぐらいある中で、1キロの増減っていうのはえ、ほぼ変わってないと言えるぐらいなのかなというところだと思うんですよね。水分とかでもね、1キロ、2キロ、だって筋肉量も多いわけですから、180センチの、えー、101キロぐらいの体格ですからね。うん、だからほぼ変わんなかったと。だから IF で8時間だけがっつり、ね、何でも食べていいよというような食べ方は、うーん。 効果果はは人人人のの後輩1人の人間とととしてはねななかかったたいいうよううよ結果が出たという感じかだから全部効果がなかったとは言い切れないかもしれないそういうふうなことでやりながら結果が出てる人もいるっぽいしね、うん、でも俺が指導したというかね、えー、食事を管理した後輩はそんな感じでしたはい。 なので、まあ、やっぱり必要なのは、えー、食べたもので体は作られるという大原則があるというところですね。食べたもので体は作られる。うん、これを聞くと、えーねえー、良いものを食べたいというふうになりませんか、うんね、スーパーフードとジャンクフードだったとしたらジャンクフードを食べたとしたらそういうような体にやっぱりなるわけですよね。 トランス脂肪酸油かもしれないけれどもそのトランス脂肪酸っていうのは、えーまあ、体の中で働く細胞膜とかホルモンだったりとかそういうものの一部になるんですけどそれがうまく正常に働かなくなって,てしまうとかそういうところもあるわけだからやっぱり、えー、食べるものっていうのは絶対に重要だなというところに、えー、立ち返れました。そそののデータが取れたその にはちょっと申し訳ないけどだからその後輩はあまた1ヶ月ねちょっと変えてやろうかなというところですねえ次はちょっと糖質を少なくするというような試みかな糖質制限ケトジェニックをちょっとやらないって言ったんですけどやらないって聞いてみたんですけどそれはちょっと嫌だって言ってたから <laughs>、うん、でもとりあえずまあ一つのデータは取れたと ねえー、まあ8時間あ、まあ、最後にまたまとめるけど八時間の16時間断食8時間ダイエットで16時間食わなくて8時間のうちに集中して何でも食べていいというのは一人の人としては人間としては効果出なかったとほぼねというような形です。 うんね、いろんな複合的な要素があるからね、運動を、まあ、仕事が忙しくてできなかったとか、結構あったりするから、えー、まあ、うん、一概には言えないかもしれないけど、うん、まあ、こんな感じのデータでした。というようなところですね。はい。また、あその後輩、アンドレって言うんですけどね、えー、またちょっと、いろいろとダイエットな感じを追って、うん、メインチャンネルであげたいなというふうに思っています今回のな、でも、編集とかも本当に、えー、どんな感じなのか分からない。まあいいや、やっていきたいと思います。 ということで、そんな話でした。終わりです。さよなら。